8月22日午前中の取引を終えました。日経平均株価は昨日に比べて101円41銭高い22,321円14銭で終えています。前引けにかけてスルスルと上げ幅を拡大するような動きでした。トピックスも昨日に比べて 11.24 ポイント高の 1696.66 で終えています。東証一部全体の7割にあたる1521銘柄が上昇しました。下落したのは全体の2割程度502銘柄にとどまりました。昨日とほぼ逆の相場付きとなっています。そして夏休みでありますが、機内もやや市場参加者戻り始めているようでしょうか。東証一部の売買高株数が前引け時点で5億5600万株、売買代金が9300億円ということで、おととい、昨日に比べますと、じわじわと機内が戻り始めているというのが今日前引けの動きです。それでは日経225の5分足チャートで今日の前場の動き見ておきましょう。朝方小高く始まって、一旦はマイナス転落したんですけども、結局下値のところですね、この22,200円という節目、この線を割り込むと下値では押し目買いが入ってくるといった格好です。そしてプラス転換して前引けにかけてスルスルと上値を切り上げるような展開となっています。101円高、2桁の上昇でありました。今日は昨日まで一服感、お休み感の強かった主力銘柄に資金が戻り始めています。例えば7203トヨタ自動車、こちらは冷やしチャートでご覧いただきます。トヨタこのところ、米中の摩擦の話ですとか、海外情勢の不安定さといったところで、このように陰線がかなり続いて売りモードと売り局面が続いてきました。今日はこの下値圏、底値圏で反発の目とも取れる陽線を立てて買われています。トヨタは前引けにかけて上げ幅拡大する動きとなっています。この主力銘柄への資金の戻り、トヨタは 2.1% 高して前引けを終えています。一方で昨日売られた携帯事業会社ですが、今日も冴えない動きとなっています。例えば 9433KDDI です。昨日場中に菅官房長官の発言が伝わってきています。講演で喋ったということですけども、携帯事業会社の料金体系は不透明で競争が働いていないと、健全な自由競争になれば今よりも4割程度携帯料金が下がるだろうという発言を官房長官がしたということで、昨日は5場売り込まれまして、一気にこの75日線オレンジの線を割り込む大陰線をつけました。今日も朝方安く始まったんですが、さすがにこのように戻りを試す動きということで、今日は昨日よりも下の水準ながら陽線をつけています。前引け時点では 1.5% 安でした。市場参加者資金が東京市場にやや戻り始めているのか、今日はマザーズ指数ジャスダック平均もプラスで前引けを迎えています。以上、東証アローズからお伝えしました。